俺の名前はヨシト、25歳の会社員。まずはちょっと俺の昔話を聞いてほしいと思う。俺が高校1年生の時、俺の親は交通事故で亡くなってしまった。突然の不運な出来事、親族がほとんどいなかった俺は唯一の身内である母方の祖母の家に引き取られることになった。祖母はすでに離婚していて独り身だったので、高校生の俺と祖母の二人暮らしだった。最初は両親を亡くしたショックから祖母となかなかコミュニケーションを取れなかったのだが、祖母はそんな俺を気遣い辛抱強く待ってくれた。そんな中、ある日俺は夜中にトイレに行きたくなり、1階に降りると祖母が自室で泣いている声が聞こえた。うっすらとドアが開いていたのでちらっと見ると、祖母は娘である俺の母の写真を抱えて泣いていた。この時俺は自分がいかに子供だったかということに気づかされた。親を亡くした俺の悲しさなんて誰にもわからないとひねくれていた。だが祖母は祖母で唯一の娘を失ったのだ。その悲しみは比べるものではないが相当深いはずだ。それから俺は祖母に自分から話しかけるようになった。祖母は俺が学校のことなどを話してくれるのを嬉しそうに聞いてくれた。俺はだんだんと祖母と打ち解けていき、祖母とは深い絆で結ばれていった。祖母は毎日お弁当を作ってくれた。祖母の料理はいつも美味しく、俺にとってのお袋の味だ。俺はそれから祖母に迷惑をかけないようにと必死で勉強を頑張った。もともと偏差値の低い高校にいたので、世間的に見れば決して優秀ではなかったが、俺なりに努力した結果、平均レベルぐらいの大学に合格することができた。祖母は自分のことのようにとても喜んでくれて、二人でお寿司の出前を取って大学の合格を祝った。その後、俺は大学4年間、勉強はもちろんのこと、サークル活動やバイトに打ち込み、忙しい日々を過ごした。就活も頑張り、あらゆる企業にエントリーシートを送って面接を受けた。祖母は口を出すでもなく、かといって全くの無関心ではなく、優しく俺を見守りながら対応してくれた。面接ならいいスーツを着ていけと、高いスーツをわざわざ買ってくれたこともある。俺は祖母の期待に応えるべく必死で食らいつき、とある会社で内定をもらえることに。決して大きな企業ではないが、卒業したらすぐドカタかフリーターかニートになるような高校に通っていた俺からすれば、大卒で企業に就職というのは快挙と言っていいだろう。そして俺は無事に大学を卒業し、春から新社会人になった。社会人になったと同時に、今までお世話になった祖母の元を離れ一人暮らしを始めた。それでも定期的に実家には帰り、社会人になって初めての給料をもらった時は祖母に美味しいものをご馳走してあげた。その後は新社会人として毎日汗だくで働き、必死で仕事を覚えていった。あっという間に月日は過ぎていき、俺は25歳になった。ある日、同僚から相談を受け、女友達に会ってほしいと言われた。その女友達は恋人を探していて、誰かいい人がいないかと相談を受けたそうなのだ。俺はほとんど恋愛をしてこなかったので、最初は俺なんかがいいのかと思ったが、同僚に会うだけでいいからと頼まれ、とりあえず会ってみることにした。サキと出会ったのはその時が初めてだった。同僚とサキと俺の3人で居酒屋で飲みながら話をした。同僚がまるでお見合いを進行するかのように、俺とサキに質問をしながら話を進めていく。
サキはとびきり美人というわけではないが、愛想がよく好印象だった。年齢はサキの方が3歳上。サキは公務員の仕事をしているのだという。それから連絡先を交換し、2人で会うようになり、自然と交際が始まった。付き合って半年が経つ頃には同棲を始め、2人で暮らすようになった。サキは料理がうまく、掃除などもテキパキとこなす。仕事も家事も完璧。どうしてこんな素敵な人が誰かに紹介してもらわないと恋人ができなかったのか不思議なくらいだ。サキと付き合い始めてから気づけばもうすぐ2年となり、俺たちは結婚を意識するようになった。そして結婚を前提に真剣に交際をしているということを報告しに、ある日俺たちはサキの両親に挨拶に行った。サキの両親は物腰が柔らかく、笑顔で出迎えてくれたので、優しそうな親御さんだなと思った。しかし今にていろいろと会話をしていくうちに、だんだんと込み入った質問をされるようになった。ご両親はどんな仕事をされているの？実は僕が高校1年の時に交通事故で亡くなったんです。あら、そうだったのね。その後は誰か親族の家で？はい、唯一の身内である祖母の家で2人で暮らしていました。親族が他にいないのか。ヨシトさん、あなた大学は？丸々大学ですけど。ふーん、聞いたことない大学ね。そう言ってスマホを取り出す義母。どうやら俺の大学の偏差値を調べていたようだ。あまりいい大学ではないのね。働いている会社も大きくないようだし。サキの母は明らかに俺を気に入っていない様子だった。サキの父に至ってはほとんど無口で何も喋らないので、何を考えているのかさっぱりわからなかった。結局その日はその辺でお開きとなった。帰りの車の中で俺は少し落ち込んだ。俺は俺なりに必死に頑張って今を手に入れたのに、サキの親からすれば出来損ないということだった。それでもその時はまだサキのことが好きだったので、結婚を諦めようという気にはならなかった。それから俺は今まで以上に仕事を頑張った。そして新規のプロジェクトにリーダーとして参加させてもらえることに。毎日プロジェクトのことを考えて改善点を探し出し、ブラッシュアップしてチームのみんなと団結して頑張った。そのおかげでプロジェクトは大成功。会社にもかなりの利益が入り、俺は昇給させてもらえることに。そしてこれは絶好のタイミングだと思い、俺は先にプロポーズをした。先はプロポーズを喜んで受けてくれた。俺たちは真っ先に祖母の元へ行き、結婚を報告。祖母は大喜びしてくれて、俺たちを祝福してくれた。早く結婚式で祖母に俺の晴れ姿を見せたいと、そう思った。祖母への挨拶を済ませた後は義両親への挨拶だ。この前はなかなか手厳しい対応をされたので、俺は少し緊張していた。義両親も大事な話があると娘から聞かされていたようで、真剣な顔をしながら俺たちを出迎えた。俺は娘さんと結婚させてくださいと義両親に頭を下げる。すると義母はやはり難色を示した。あなたたちの気持ちは分かったわ。でもやっぱりいろいろと引っかかるのよね。まずあなたが娘と釣り合うということね。私たちの家はそれなりに立派な家なの。お父さんはいい大学に出て大企業に勤めているし、娘だって高学歴で公務員をしている。一方であなたは学歴も大したことないし、勤め先もあまり良くないじゃない。ここまでは前回の時から予想していた。確かにそうかもしれません。
でも俺は自分なりに努力をして目標を持ってそれを乗り越えてきました。今の俺の目標はサキさんと幸せな家庭を築くことです。俺はそのためならどんな努力だってします。俺は必死に食らいついた。すると義母は鼻で笑いながら今度はとんでもないことを言い出した。でもね、やっぱり身寄りのない人は品がないというか。身寄りがない？俺には祖母がいます。たった一人の大事な家族です。そこが問題なのよ。だっておばあさんということは近いうちに亡くなる可能性だってあるじゃない。そうなったらあなたは完全に親族がいない状況になるのよ。祖母が死ぬなんてそんなこと言わないでください。いくら婚約者の親でもひどいですよ。私は事実を言っているだけよ。可能性はゼロじゃないでしょう。まったく、こんなことで声を荒げるなんてやっぱり育ちが良くないのね。やっぱり両親がいないというのはダメなのかしらね。義母は最終的に結婚するかどうか決めるのはあなたたちだけど、とにかく私たちの意見はこうだからと言って話を終えた。俺は悔しかった。俺自身のことを言われるのは百歩譲って許せる。でも祖母や両親のことをあれこれ言われるのは許せなかった。そして何よりサキが言い返してくれなかったことが悲しかった。サキは義母が俺にいろいろと言っている間、ただニコニコと笑っているだけだった。本当にこのまま結婚していいのだろうか。そんな疑問が浮かんできた。しかし結婚以前にとてもショッキングな出来事が起きた。祖母が亡くなったのだ。原因は心筋梗塞だという。この前結婚の報告しに会いに行ったばかりだったのに、あの時は元気そうに俺の幸せを喜んでくれていたのに、あまりに突然のことで感情が追いつかなかった。悲しむ間もなく葬儀は行われ、祖母は火葬された。心にぽっかりと穴が開いたような気分だった。そんな中、祖母の家を整理しているとある手紙が見つかった。それは俺に宛てた手紙だった。祖母は手紙で俺との思い出を記した後、どうか心の思うままに生きてほしいと俺に向けたメッセージを書いていた。祖母がなぜこのような手紙を残していたのかはわからない。もしかしたら俺が結婚を報告した時、祖母は完全に一人きりになると思ったのかもしれない。そこで何か起きた時に後悔しないように俺に手紙を残してくれたのだろう。俺は祖母の思いを受け取り、一人号泣した。祖母を失ったことを悲しみ、飽きるまで泣いた。納得いくまで悲しんだ後は少し心が軽くなった。これから俺は自分のために生き続けなければならない。祖母の手紙のおかげで完全に立ち直ることができた。そしてある決心をした。後日義両親から話があると呼び出されたので、俺はサキと一緒に義実家を訪ねた。義両親は俺の祖母の死については残念だったなとお悔やみの言葉をくれたものの、義母はやっぱり言った通りじゃないかといった空気を漂わせていた。それで単刀直入に言わせてもらうけど、娘との結婚を取りやめてほしいの。予想通りだった。まさかこんなに早く、そのおばあさまが亡くなるなんて思わなかったわ。今ここで結婚するとあなたは全く親族がいないということになるでしょう。そうなるとやっぱり私たちの親族にどういう目で見られるか示しがつかないのよね。もうこれ以上グダグダと義母の話を聞く必要はない。俺は義母の話を遮って答えた。わかりました。結婚はなかったことにしましょう。あら、そう、よかったわ。そもそも俺も祖母が死んでから結婚をやめようと思い直したので。話が早いわ。やっぱりあなたとサキとは釣り合わないのよ。
それはわかりませんが、祖母が残してくれたものをあなたたち家族に分け与えるようなことをしたくなかったので。何？残したものって。残すと言ってる時点で遺産に決まってるじゃないか。は？義母だけじゃなく無口の義父も目を大きくしてこちらを見る。さっきも聞いていないけどと言った顔でこちらを見る。遺産？あなたのおばあ様が？義母は好奇心を抑えきれなかったのか、もじもじしながら聞いてきた。一応聞いておこうかしら。いくら入ったの？俺は2億です、と答えた。すると義両親とサキは一瞬黙った後、腹を抱えて笑い出した。何を言い出すかと思えば。よしとさん、こんな時に冗談を言って笑わせようとしなくていいのよ。はあ、お腹痛い。久々にこんなに笑ったわ。あなたお笑いの才能はあるみたいね。芸人でも目指したら。まるで俺の言葉を信じていない義実家の人たち。そこで俺は預金通帳を取り出し開いてみせた。別にふざけたつもりはないんですけどね。預金通帳まで出してまだ続けるの？バカにしていた義母だったが、俺が開いた預金通帳を見て少しずつ顔色が変わっていった。1、10、100、1000、万、え？ 2億あるわ。一瞬で場の空気が凍りつく。だから冗談ではないと言ってるじゃないですか。この2億は祖母が持っていた資産だった。後で分かったことなのだが、祖母は昔祖母の父から5000万円の遺産をもらい、それをどうしようかと悩んでいた。そして仲の良かった友達がベンチャー企業を立ち上げ、出資してほしいとお願いしてきたので、そのまま5000万円を出して株を買ったのだという。その結果10年後にその会社は上場し、気づけば祖母は数億の利益を得たという。その後は俺の母を育てながら贅沢はせずに配当利回りなどで生計を立てていたそうだ。俺を引き取って育ててくれていた時も特に贅沢はしていなかったので、そんなに資産があることは全く知らなかった。それで2億は手元に残っていたお金らしく、他に親族は俺しかいなかったので俺に相続されたというわけだ。そんな本当に2億あるなんて。義母はあからさまに態度を変えてきた。吉田さん、ごめんなさい。私勘違いしてたみたい。あなたはとても素敵な男性よ。さきだって吉田さんと結婚したいわよね。さきは二つ返事でうなずき、目を輝かせて俺を見る。あまりの手のひら返しに俺は嫌悪感を抱いた。話聞いてました。俺はこの遺産をあなたたちに1円も分け与えたくないと思ったから結婚を断りに来たんです。そんなこと言わずに。俺、あなたに祖母や両親のことをバカにされて本当に悔しかったです。俺の親は交通事故で亡くなったんですよ。それなのになぜ両親がいないことを責められなければならないのでしょうか。また俺にとって祖母は俺の心を救ってくれた大事な家族です。その祖母を侮辱したあなたのことを俺は絶対に許しません。それにそんなことを言うお母さんを黙って見ていた娘さんにも愛想がつきました。俺はもうあなたたちとは関わりたくないので、二度と俺の前に現れないでください。今日はそのことだけを言いに来ました。それじゃあ失礼します。そう言って俺は義実家を後にした。言いたいことをすべて言えてすっきりした。義両親とサキは何も言い返せずに固まっていた。サキがなかなか結婚できないのはあの義母のせいに違いない。きっとこの先もサキは義母の言いなりになり、結婚相手を精査された挙句、自分自身が年老いていって見向きもされなくなるだろう。まあ
もう俺には関係のないことだが。それにしても俺に2億の資産が入ったと知った時の義両親の顔は今思い出しても笑える。その後俺は祖母からもらった遺産を有効に使うため1億を投資に使い、祖母がやっていたように配当利回りを得るようにし、もう1億は不動産を買って家賃収入を得るようにした。そのおかげで仕事を辞めることができ、若くしてセミリタイヤ状態になった。それからは趣味だったキャンプを好きなタイミングで好きな日数やるようになり、毎日充実した日々を過ごしている。するとそこで何回か顔を合わせる女性と話すようになり、その後交際に発展。今はその女性と結婚して、あらゆるキャンプ地を回りながら1年の半分以上を妻とのキャンプ生活で過ごしている。いろいろと悲しい出来事が起きた俺の人生だったが、今はこの上なく幸せだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。